お手本を見せよう、特別企画ですね。はい、チャット GPT という質問を投げかけると文章で答えてくれる AI があります、うん、これを使って出てきた文章をより人間らしく改変しましょう。なるほど、ね、チャット GPT に R1 で優勝する方法を聞いてみます。知りたい。そうですね。実際にじゃあ今聞いてみたいと思います。うわすごい、いや、怖い、そう来てくれましたよ、AI が。怖い怖い、 AI 来てくれました。怖い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 、ハッキングされてるみたい。かなりの量があります。すごい、ちょっと見づらいんで、うん、まとめたものもあると。なるほど、はい、こちらですね。はい、これが最大限見やすい。確かにちょっとこれじゃ足りないもんな、実際な。ちょっとしかもなんか人間味もないですし、ちょっと文はちょっと部分的でもいいんで改変していこうと。どん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 答えていってください。じゃあ桜野さん、はい、思います。人間らしくアップデートしてください。いっちゃんおもろ。そうなんですよね。こんな全部削除して。いっちゃんおもろネタ。あ、ここはここですね。いっちゃんおもろネタを用意する。はい、じゃあ寺田さん、はい。はい、人間らしくアップデートしてください。この一番上の、はい、チャット GPT っていうところを抹茶 GPT にするとマッチャンさんの要素がないんで、マッチャさん、マッチャ GPT、 マッチャ GPT、 あそこ違います。あとあの部分違うんですよ。はい、じゃあ六角電波さん、はい、はい、人間らしくアップデートしてください。あ、おマッチャさんになってる。独創的な、いっちゃんおもろな投票です。はい、じゃあ六角電波さん、はい、2番のとこなんですけど、はい、オチの聞かせた間の取り方だと、あの クリップなどにしクリップの取り方細かい時に確かにね、その悲劇もありましたからね。人間らしくアップデートしてください。でこの身構成力を磨くっていうところは、あの勝俣にするいや勝俣さん最後のもう全然ついてましたけど、兄弟コンビの勝俣さんが急にあれつけるっていう解明してましたけど、人間らしくアップデートしてください。ユニークなキャラクター、一応ユニキャラ。気持ち悪い。ユニキャンって略したこと。多分わかんない人もいるから。余計わかんないです。ユニキャンのせいで。一応回答した方がいい。高木真奈さん。はい。回答を人間らしくアップデートしてください。ここ漫才って一人でやってるのおかしいからと。漫談に変える。ちゃんといいな。ちゃんといいな。本当だ。本当だ。ああいうとこもあるんだ、ちゃんと。これ本当にそうです、まあね、意味わかんないもんな。じゃあ寺田さん、はい、回答を人間らしくアップデートしてください。この1の最後のところの、を作り上げることが、求められるマイ銀河え、待ったの待った、 GPT じゃないですか。待った、 GPT じゃないマッチャ GPT じゃないですか。はい、回答を人間らしくアップデートしてください。あの審査員や観客を驚かせるような持久戦に強い鳥で、かっこユニキャ赤持ちユニキャじゃないんだよ。意味わかんないです、ユニキャが。初見だったらわかんない、ユニキャ。回答を人間らしくアップデートしてください。この練習を重ねるって、あのちょっと億劫になっちゃうんで、あの重ねるーにした方が何か変わりますか、それで。元気ちょっとでもライトにね。ちょっとでもライトにね。はい、桜田さん、はい、じゃあ桜田さん、いきたいと思います。人間らしくアップデートしてください。本当に個人的に好きなんですけど、本当に個人的な話なんですけど、このマスを、このマスいや、いいっすか、あの囲碁将棋根立さんのツイッター。これすごい好き。囲碁将棋ネタラさんのツイッターでなんかやってます。すごい好きなんです。好きとか、じゃ好きとかじゃないですよ。アップデートなんでこれ。ほら、呼びにくいよこれ。はい、じゃあ峰さん。ちょっと、俺もすごい個人的なこといいですか。はい、まあいいですけど。すみません、あのなんかでデスとかなんかそういうのちょっと硬いんで、はい、デスの部分あの全部デチに。全部。置き換えのやつやんなきゃです。置き換えのやつ。はい、じゃあハリさん、はい、いや、はい、ここ
他のコンテンツとは異なり、個性的で独創的なネタを用意することが重要。私は人形。何ガクさんのやつ。なんで急にガクさんのやつやるんですか。人形が書いてるとかなんで、私は人形って意味わかんない。ほら、もう優勝したいなって思った人がこれ読むんすよ。はい、回答を人間らしくアップしてください。なんか独創的ないっちゃんっていうのが、独創的ないっちゃらおーチャラ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 自己プロデュース力を高めるのところを、はい、自己プロリウム、自己プロリウム、自分の魅力はこの辺にある。だから抹茶嬉しいですね。抹茶人気すぎる。いや嬉しいな。抹茶人気すぎる。はい、じゃあ人間らしくアプローチしてください。一番上の抹茶 GPT の回答を、人間らしくするやつ。ジャルジャルタワー、いいんです、ジャルジャルタワー。人間らしくするやつ。ジャルジャルタワー。真っ白い部屋。プレゼントしてください。このクリップの取り方を、蝶野のキック。蝶野のキック違いました、キック。変身。あー、ちゃんと見てなかった。変身凌介さんが。変身凌介さんが。六角電波さん、はい、はい、最初が抹茶 GPT が始まっているので4の下に2ハマっちゃえで全部挨拶です。長っ長っ。ここまでがここまでが挨拶なんですか。途中でネタやってますよ自分が。部分的にですよ。はい、じゃあお抹茶さん、はい、はい、回答人間らしくしてください。これをカオと読むとしたら、構成化を磨き真ん中。あ、もうカオ構成化を。カオですか。カオ。ハリさん。はい。はい。どこの砦のここにあのマリンカを。どうやってどうするんですかこれ。無理なんすそれ今やるのやるの無理じゃんって。はい、桜田さん、はい、はい、人間らしくしてください。本当になんか本当に 米印でもう一番下とかでいいんですけど、はい、みんなあれは詳しい。本当にそうですよ。敗者復活の細かいところまで全部見てるから。してください。これが全部終わった後に野田クリスタルが人工知能一つで言っててかっこよかったって。体一つで言ってて惚れました。惚れましたのやつ。寺田さん、はい、人間らしくしてください。この他のコンテストはのところ人間らしくしてください。このカタカナのローを漢字の口にしちゃってあのしめしめと笑う。した人のことです。口にした人の。はい、ロックネコさん、人間らしくしてください。あのこの頭出し番号の1から4は90より下なので全部青くする。確かにね。あれだったんだろう。悪い手相に見える。急激に変わりすぎだからね、印象が。見える印象が変わりすぎなんですよ。はい、皆さん。はい。ここっすよね、一番ね。ここにあの、立ちションしてる人。おしっこじゃないんだ。おしっこじゃない。おしっこがたまたまその、溝に入ったわけじゃないですよね。道の溝みたいなところに入って、ちょうど細くなったわけじゃないんですよ。はい、カレーさん。じゃあこの4番のこの下全部あのレジのやつにブルドーザーするって。サイダーさんの。サイダーさん。サイダーさん。サイダーさん。
全部見なきゃだった本当に今日までに悔しいよ。決勝のネタ誰もいじってない。はい、高木さん。はい、この抹茶 GDP の回答が出る瞬間に、出る前の一瞬後、笠原リオン、やめてくださいそれ。一瞬のパパのやつ怖いんで、そこいじるの。あ、じゃあ六角電波さん、はい、回答を人間らしくしてください。どこでもいいんですけど、村村田村怪盗っていう白黒の写真を貼ってました。いけますかそれ、大丈夫ですか。いけますかね。マリンカさんいる、砦の上に。マリンカさんいる。ちっちゃく書いてる、ちっちゃく書いてる。どうやったの。字も青い、五色みたいになってる。佐藤原さん、はい、お願いします。よろしくしてください。 R1 これしかちょっと分かんないんですけど、はい、ここでいいかな。巻きがね、一応そこありますけど、人形とか言わないのでいい。R1 とか言わないの。それしか知らないですか。人間でこれしか知らない。ミネさん、これね、ちょっと本当申し訳ない、編集できるか分かんないですけど、この当店の前全部のホッシャンにしてほしい。ホッシャンにしてほしい。ホッシャンがあるとこには丸があるんですけど、丸があるとこにホッシャンがあるわけじゃないんですよ。はい、人間らしくしてください。もうあの決勝のネタが決勝のネタがいじられてないって言ってたんで、はい、これ全部の背景画像をボーリングの様にしてほしいんですよ。有岡さん、はい、はい、人間らしくしてください。あのここを練習をじゃなくて、あの体を重ねるようにしちゃって、あのみんなでエッチだーって言う。言うとかないですよ。これを言った人のエッチだーとか見たりで笑うとかないんです。はい、じゃあカニさん、これちょっとできるかわかんないんですけど、はい、この画面その表示した後にその数秒間だけあの全部の文字をあの信長の野望の絵柄で。わかりますか。皆のものを見ますか。ゆっくり変わっていく。何回も見はしましたけど、何回か。最後じゃあ振り返りましょうか。まず一番上のおしっこが流れていて、おしっこの絵描いてないですね。抹茶 GPT の回答を人間らしくするやつ。ジャルジャルさんのコントですね。一独創的なイッチャラオチャラ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 オーヤン。R1 グラップではお笑い芸人が一人で漫談やコントを行う形式で行えるため、他の個性的で独創的なネタを用意することが重要でち。ホッシャン、私は人形ホッシャンとか言わないの。審査員を感覚が驚かせるような持久性に強い砦マリンカ。ユニキャを作り上げることが求められるマイギンガホッシャン、村村田村怪盗、勝間と美学、土地の聞かせ方や間の取り方、クリップの取り方など細かい部分まで気を配り、聴衆を引き込むための構成力を磨き、真ん中ホッシャンにハマっちゃえ。ホッシャンにハマっちゃえ。ホッシャンにハマっちゃえ。聞いたことない。えっ、おっしゃりハマろうとしてる。おっしゃりハマっちゃう。年齢を重ねる、体を重ねる、ここで一回エッチだエッチだねって言うことで、ネタや完成度や演技力を向上させることができます。自己プロリウム。自分の魅力を最大限に引き出し、ステージでのパフォーマンスやプロモーション戦略を考えることが重要でち。ほっしゃん、みんなあれは詳しい。江ノ田クリスタルさん、人工知能一つでかっこよかった。すごい。これがあれはね、優勝する秘訣ということで。結果は R1 とかの前にもホッシャンさんにハマってるだけ。ホッシャンさんが審査員だなってことですかね。ムカつくな、あれ。ホッシャンにハマっちゃう。